所属車両大型 CNG 車、千代自動車営業所はかつて存在した、西日本鉄道のバス営業所の一つ。主に、福岡都心部を走る路線を担当した。当営業所の特徴として、営業所始発及び営業所を経由する路線が一路線のみで、あり、ほとんどが営業所から博多駅まで改装され運用に入っていた。 また、蒸気の理由により昼間はほとんど車両が出たままで車庫に余裕があるため、2000年3月より夜行高速バスの共同運行会社の車両が休憩していた。整備場を持たないため、整備は博多整備で行われた。2010年6月25日をもって営業を終了し、同年7月1日に博多自動車営業所へ統合された。ただし、 路線はすべて博多営業所に移管されたわけではなく、空港連絡バスなど、他の事業所に移管された路線もある。廃止後の施設はそのまま西鉄観光バス、地域支社となっていたが、平成27年7月31日の営業をもって終了し、本社、福岡支社へ統廃合され、福岡県福岡市中央区七の地三丁目八番15号へ新築移転された。開設した当初、 西陣営業所貝塚営業区担当だった西鉄福岡市内仙台台バスの路線を引き継いでいた福岡県福岡市博多区仙台5丁目2番5号宮地武市線の新博多駅の跡地に建てられた営業所である新博多駅は後に幾度か解明を経て最終的に千鳥橋駅となったが1979年2月11日に廃止となっている廃止時点 シーサイド、桃地地区の代表系統。本数も多い。実質44番の区間便だが、上りでシーホークに泊まるという大きな特徴がある。ただし、ヤフードームでイベントがあるときは、周辺道路の混雑で大幅に遅延する。福岡タワー南口折り返しが多い。駅、あたご浜、桃地浜、博多、雑所の熊営業所と共同運行である。 五福町ランプ経由のため、天神は経由しない。博多駅、ヤフードーム、福岡タワーはこのバスが便利。ただし、ヤフードームでイベントがあるときは、周辺道路の混雑で大幅に遅延する。駅、桃地浜、博多、海営業所と共同運行である。桃地ランプ経由、ヤフードームは経由しない。天神、福岡タワー地区の最速系統、桃地浜、 博多営業所と共同運行である312番も同じ。あたごはま営業所は福岡タワー発の運行はない。この路線は平日夕方以降と土曜昼以降に福岡タワー発博多駅行きのみ運転される。ももじランプ、五副町ランプ経由、天神、ヤフードームは経由しない。博多駅、福岡タワー地区の最速系統。博多駅行きは平日夕方以降。 富士崎駅は、平日朝の一本のみ運行。平日朝に、富士崎駅のみ運行。表記は直行だが、すべての停留所に停車する。行き、桃寺浜、博多営業所と共同運行である。平日朝に、富士崎駅のみ運行。博多駅医師会館前館ノーストップ。金、桃寺浜、博多営業所と共同運行である。2008年3月15日ダイヤ改正より、 千代餅ちの15番が復活した。主に、シーサイドタワー線の出入りとして運転される。千代の15番は、平日朝一往復の夢タウン、博多発着便を除いて千鳥橋発着便で運行されている。それ以外は吉塚営業所が運行。博多駅、福岡タワー南口間の運行はない。博多駅、西陣パレス前間を国体道路、六本松、鳥海経由で結ぶ路線。 元々は、循環路線だったが、2007年3月26日改正から、ルート変更を行い、西陣行きは、博多駅交通センター出発から、博多駅前へ出発になったため、博多駅付近では、都心方面、郊外方面で経路が異なる。西陣パレス前行きは、駅前4丁目には停車しない。2007年3月のダイヤ改正までは、 中型スロープ付けバスでのみの運行だったが、それ以降は、大型車、並びに、スロープなし2ステップ車両での運行が主体となった。2010年3月27日のダイヤ改正で、桃地浜営業所と共同運行となる。博多駅、福岡タワー南口間を国体道路、大堀公園南、鳥海経由で結ぶ路線。2008年3月15日に新設された路線で、主に、 福岡市内の観光地を多く経由する。6番と同様、上りと下りの博多駅、キャナルシティ、博多前間ではルートが異なる。福岡タワー南口駅は、駅前4丁目には停車しない。2010年3月27日のダイヤ改正で、桃地浜営業所と共同運行となったが、それ以前は金竹営業所との共感だった。路線の詳細については、西鉄バス、 博多自動車営業所と新潤幹線を参照前、停留所記載、番号は停留所番号同様、休日のみ担当した。博多営業所、吉塚営業所、ひばる営業所、中川営業所、海営業所、金竹営業所、池営業所、脇山営業所との共同運行だった。福岡空港内連絡バス1999年5月20日、福岡空港国際線。 ターミナルビルが空港西側に移転したのに伴い運行開始された。空港北端部を通り、空港東側の国内線各ターミナルと西側の国際線ターミナルを結ぶ。国内線第三ターミナル貨物ターミナル間では、空港内に設けられた専用道路を通る。車両は道路線専用のラッピングが施されたスロープ付け大型ワンステップバス、大型ノンステップバスを使用する。 運行間隔は10分から15分程度。前後ドアから乗り降り可能。運賃は無料だが、空港利用者、空港見学者、空港施設勤務者以外の利用はできない。営業所統合に伴い、現在は、海営業所が運行している。福岡シティループバス、クリーン全停留所掲載。番号は停留所番号。矢印方向のみ運行。ジオの廃止後は、 一旦博多に移管された後に全便が桃地浜へ移管されたが2014年9月末で廃止となった詳細は福岡シティループバスグリーンを参照のこと夜行高速バスは共同運行会社の車両休憩のみ担当いずれも西鉄との共同運行路線だが西鉄の運行担当は博多自動車営業所西鉄発となる大型 CNG や 大型ノンステップなど、試作要素の多い車両が配置されていた、乗り合いバス事業における営業所等配合の実施について、西日本鉄道、2010年6月19日閲覧、ありがとうございます。